株式会社藤子氏は福島県浜通り地方や茨城県にスーパーマーケットチェーン藤子氏を展開していた企業である。現在はヨークベニマルに九州合併され展開していた一部店舗はヨークベニマルとして営業している。かつてはオール日本スーパーマーケット協会に参加し福島県の浜通り地方を中心に最盛期には福島県外にも店舗を展開。 1990年代には日本のベスト70社にも選ばれたが2001年に民事再生法の適用を申請2004年から松本清と業務提携し2007年11月からヨークベニマルとも業務資本提携2008年2月に松本清との業務提携を解消不採算店舗を閉店させる一方で一部店舗がヨークベニマルとなり 2008年9月、スーパーセンター大原を最後に、富士越の名で営業する店舗は、消滅、企業としての富士越も2010年2月に、ヨークベニマルに吸収合併された。関連企業に、遊戯場店舗プレイランドオアシスを経営する、有限会社サザンクロスや、千葉県市原市のキングフィールズゴルフクラブを経営していた、東古市開発株式会社福島駅前、 エスタビルで日本料理屋江島を営業していた株式会社富士インターナショナルなどがあった。大型店はスーパーセンターとして展開していた。バツは富士越時代の建物が解体された店舗。富士越店舗についてのお知らせ。富士越店名、9月で消えるセブンアイホールディングスによる提携についてのプレスリリース。業務提携解消に関するお知らせ AB。 東京展示物に人気、岩木民法1968年5月27日、有刊2面、岩木総合図書館、2021年3月8日閲覧。ありがとうございます。